そうだよ、そんなことあるわけねえじゃんと思うけども、本当にやってくる、はい、やってきた時に本当にそれを受け入れてみると金鳴らされるでしょ、はいはいはい、金を鳴らされるとこれね面白いんだけども、1週間以内に必ず奇跡が起きる。だから全部全部全部捨てちまいなよ、たり失うことは手に入れること、感じて過去じゃない、今今今だよ。今日もどうぞよろしくお願いします。何が起こってる？よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。みんな見てるよ。ああ、そうですね。こうセレブの皆様がびっくりされてると思います。外人がみんな見てる。はい、そうですね、そうですね。今日はですね、ダヨ。はい。タイのチェンマイ。はい、チェンマイからお届けするということで、ね。はい。はい、素晴らしいね。まあ、はい、今日も。まあ、雨季ですから、毎日こんなもんでございます。はい、はい、はい。まあ、時折太陽が。はい、覗きますが、はい、スコールもやってくるんだね。スコールも夕方来ますね、うん、はい、太陽覗くと本当に暑いので、うん、僕はこのぐらいがちょうどいいです、うん、そうだね、はい、はい、そうですね、ダヨ、はい、昨日もですね素敵なホテルの屋上からたくさん収録したんですけども、うん、今日もですね質問を届いてます、うん、はい、今日もありがとうございます、はい、最近いい流れになってると思ったらやはりここに来てお試しのようなことばっかり起きて しまいました、うん、あと少しで成果が上がるぞというところで次々に少し残念だと思えるような流れになってしまう。でもそれは必要な出来事、点が線に、線が円になるんですね。ロングアイズでウォッチング、何が私に起こってくるんだろう、ワクワクという気持ちで毎日幸せを感じながら感謝しながら過ごしますと。もう分かってるじゃないですか。いい言葉ですね。ゆうこさん分かってるじゃないですか。はい、古川ゆうこさんですね。いや、だからこういうことが分かってるだけでもさ、なんか生きていくのが楽になるじゃない。だから最近ん、ああそうか、いい流れになってると思ったら、うん、お試しのようなことばかり起こってきている、はい、あと少しで結果が、ああこれね本当に面白いんだけど、はい、心の勉強をしていくと、うん、必ずやってくるんだよね。そうなんですね。なんだろうね、 お試しってやつが、これ僕ねこの宇宙のルールなんじゃないかと思うよ。心の勉強していくと必ず辛いこと悲しいこと理不尽なことが起きた時、うんうん、結局その現象が向こうからこうやってきた時の心の持ちようってものを勉強していくわけじゃない、うん、だからそれを勉強して、そうか、あ、愚痴言ったらダメなんだとか、うん、あ、こんな時怒っちゃダメなんだとか、なんかそういうのをさ、誰も教えてくれないからわからないじゃない。そうですね。わからないけど、こういう心の勉強していくと、あ、そっか、やっぱ受け入れるってことも必要なんだなとかさ、こうケースバイケースでいろんな感情がある中で、うんうんうん、あ、じゃあちょっと、よくよく考えたらそういうの私が引き寄せてるんだなとか思って、そうか、じゃあ今までだったらこうふざけんなムカつくとか、うん、もうバーとか言ってたのをちょっと一回間を置いて考えてみようとか、うん、そうですね、なるじゃない、はいはい、なった時に必ずね、僕はこれっていうのは段階がいくつもあると思うけど、はい、一応僕の中ではこれ立命の瞬間というわけだよ、うんうん、ああこれ立命の瞬間と名付けてる。そう、はいはいはい、この立命の瞬間というのは、はい、やっぱ気がつくってことなんだよね。気がつく、気がつく、はい、だからかっていう、はい、そういう気づきってあるんだよね。はい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 、だからその気がついた時に必ず上から見てる方々はさ、うん、やっとそこまで来たねと、はい、やっとこの宇宙の真理に、はい、なんてやっとそこまで来てくれたんだねって、はい、じゃあここに気がつくと、うん、気がつくどうなるかというと必ず気がついてくれたねと、うんうん、じゃあちょっとテストするよと、こんなことが起きた時あんたどんな顔すんの、どんな言葉口から吐くの、どんな態度取るの、どんな空気感醸し出すの、どんな目つきするのってことを試されるんだよね。なるほど。これはね、実はね、はい、万に一つの狂いがない。これは、うん、すごいですよ。これだってみんな感じてます、それ。これね、本当に不思議なんだよね。はい、だからこうやってなんか、僕もこうやって心の勉強し始めて、はい、ね、もう18年。本当に、あ、そうか、というふうに思って、はい、気がつくと必ずテストがやってくる。そのテストが来た時に、はい、合格するかどうかなんだよね。例えばこう嫌な人がやってくる、うん、嫌な人がやってきてさ、あんなこと言われる、こんなこと言われるとか、こんなことされるってなった時に、うん、今のだったらさ顔に出ちゃうんだよ。もうムカーって顔出てさ、もうガ、うん、ーッと我慢して、もうそいつが嫌味だけ言って去ってった時にさ、うん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 、もうペーとかやってたんだよ。そうですね、そういうもう気持ちはそう出ちゃいますよね。だけど、はい、お試しが来た時に、うわ来たよと、はいはいはい、これがあの有名なお試しかと、お試しかと、はい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 、ほうほうほう、神様そう来ましたか、はい、でも私は、はい、ルール知ってますよ、はい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 、私がそのレベルまで行ったということで、はい、神様は私にテストをしてくれたんですね。でも私は絶対合格しますよ、はい、って思いながら、はい、嫌味を言った、うん、去ってった、はい、そこにニコって笑ってありがとうございます、あーなんだそれ、そんなことすると、はい、神様は鐘を鳴らすよ、はい、うわそうなんすね。だからあの鐘を鳴らすのは誰さ、はい、あれです、あ神様です。そう、はい、あの鐘を鳴らすのは神様です。だから神様が鐘を鳴らした時っていうのは、あれ、あの、なんかあとあれです、のど自慢です
そうそう、のど自慢の人ですだから金鳴らしてくれると、はい、絶対その後面白い現象が降りかかってくる、はい、ただいまより公演情報をあなたにお届けするよ。急ですね。急ですよ。だいぶ僕たちいろんなとこに行くんですよ。いろんなとこ行きますね。はい、8月29日熊本です。熊本久々でございます、はい、そうですね。そして8月30日、鹿児島です。鹿児島、はい、はい。そしてですね、うん、9月23、24でビジネスブートキャンプ in 大阪。そうですね。初めてブートキャンプが大阪に来ますということでね。はい。ビジネスの初歩的なことから、今ビジネスをされてるけど、うまくいってない方、まあ、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。僕の頭の中をすべてあなたに見せるよ。ありがとうございます。ぜひ来てください。だから嫌味を言われる、はい、嫌味だけじゃないけどさ、はい、まあね、いろんなケースがあるけど、腹立った、ムカついた、けどもこれも意味がある。そうですね。で、これを受け入れてみよう。はいはい、受け入れてみる、はい。すると、その受け入れたそのエネルギーレベル、エネルギーレベルの大きさと同じものが比例したものがやってくる。うんうん、あのプラスのものがね。うん、だから、あとはさ、だってこれ受け入れたらさ、めっちゃその後絶対面白い現象が降りかかってくるわけだから、はい、人体実験したらいいじゃない。そうですね。だからこんな話を聞いても、そんなの、そうだよ、そんなことあるわけねえじゃんって思うけども、本当にやってくる。はい、やってきた時に、本当にそれを受け入れてみると、金鳴らされるでしょ。はいはい。金を鳴らされると、これね、面白いんだけども、1週間以内に必ず奇跡が起きる。面白い。代表、受け入れる度合いについてなんですけども、うん、エゴで感謝するは心が伴ってなくてもできると思うんですよ。だからこれの重要なところは、はい、損得感情でいいってことなんだよ。あ、本当ですか。まずはそこからでいいってことですか。だからもう、邪心に野心に下心、はい、大いに結構、実践しなければ意味がないんだよ。だから、こういうことが起きたとしても、はい、心の中でふざけんだよ、こいつ、マジムカつくわって思っても、はい、にって笑って、はい、手を合わせて合唱。えー、でそこで最上級の惚れ方さ、はい、分かんない話の軸が一気にずれました。モテ講座みたいになりました。ぞっこんだよ。ぞっこん、どういうことですか。こういう状態のことをぞっこんラブって言うんだけど、ぞっこんラブって言うんですね、うん、だからそうやって現象が降りかかってくる、はい、でそこでグッと耐える、グッと耐える、耐えて、はい、でもねワクワクすると思うよ。だってその後の奇跡がイメージできたらワクワクしますよね。あ、そうなん、そう、はい、いいこと言うね、はい、この5年間の中で、はい、初めて今いいこと言ったよかった、初めて言ってたよかった、仕事した感があります。そこなんだよ、はい、だからイライラすることがやってくる、はい、受け入れる、はい、そこで、うん、本当にねニコって笑ってね、手を合わせてね、やっぱねその人の幸せを、ね、願う、うん、ありがとうございます、ありがとうございますってやってごらん。神様はね鐘を鳴らしてね、はい、お前そこまで来てくれた、はい、やっとそこまでレベルに来たね君は。ああ、嬉しい、嬉しいから、めっちゃ鳴らしてる。一週間以内に必ず奇跡がやってくる、はい、だから結局、はい、その嫌な人がやってきたことによって、はいはい、その未来の奇跡、はい、だからそれとエネルギーと一緒だから、はい、だからそこでどれくらいこう自分の中で理不尽度が高いか、はい、理不尽度が高ければ高いほどプラスの現象がやってくるわけだから、はいはいはい、だからこの宇宙は因果の法則でしか回ってないわけだから、はい、そのエネルギーあるわけです。そのね、その辛いことのね数値がある、はい、その数値が高ければ高いほどその後の現象が面白いわけだから、うん、その嫌なことを受けてる最中でもちょっとニコって笑える余裕なんかがあったら最高なんだよ。あ、来たぞ。そうですね。だからこのお試しが来た時に、はい、うわ来たわお試しやばみたいな、うわ大王の言ってた通りマジで来てんじゃんみたいな、はい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 、その時クスってなるじゃない。怒られながらとか嫌味言われながらでもちょっとクスってなるじゃない、はい、そんな自分がいてごらんなさいよ、はいはい、いてごらんなさいよ。あらもう、はい、上で喜んでらっしゃいますよ。やっと気がついてくれたねって、はい、そうすると絶対降りかかってくるから、それだけでもさワクワクしてくるし、はい、むしろ逆にいや理不尽なことこねえかなと思ってる人もいるんだよ。なるほど。逆にもう奇跡の予兆がそれだから、そう、はい、サインですね。奇跡が起こるサイン。ああ、そうそう。だからそれが嫌なことないかなみたいなさ、はいはい、なんか来たらもうワクワクしちゃうのにみたいなさ、うん、でもこれ面白いんだけどね、うん、そこで理不尽なことがやってこないかなって、これ多分何人かの方はね、はい、もう何人か行っちゃってる方々はね、うん、絶対その理不尽なことを待つんだよ。理不尽ワクワク、いやもう理不尽、今日も理不尽なこと来ないかなみたいな、はいはい、理不尽探ししてるんですね。そう、そうなると、はい、面白いんだけど逆に来ないんだよ。面白い。そうなんですね。そう。だからこれはね、めちゃくちゃ面白いんでね。はいはい。だから多分何人かの方々は本当に理不尽なことが来ないかなと本当に願うんだよ、はい、はいはいはい。願えば願うほど、はい、やってこないんだよ。いや面白い。ってことはその本当の思いで言うと、その傷つくような出来事がなくなるから、うん、まあ、それはそれでハッピーですもんね。そうそうそう。それ自体が奇跡みたいなところありますもんね、うん、そう。すごいっすねそれ。例えば今日家に帰ったら奥さんが怒ってるかもしれないから嫌だなっていうことを想像して家に帰る旦那がいるじゃないですか。いやもう今日も罵詈雑言浴びせてくれないかなみたいなね。あ、そう、その気持ちで帰ったとしたら、そう、もうどうしよう、もうなんかもういきなり切れてたらどうしようみたいなね、うんうん、嬉しいみたいな、うん、そうそうそう。だからもうちょっとケーキ買って帰っちゃそうかなみたいな、怒ってたらもう最高みたいな、うん、ね、怒ってたらどうしようじゃなくて、今日も怖えな家帰りたくねえなじゃなくて、はい、やべ今日家帰ったらあいつ絶対キレてるよみたいな、うん、やべちょっとワクワクしてきた、キレてるあいつにちょっとケーキあげてみようみたいな、はい
ケーキ買って帰るじゃない、はいはいはい、ケーキ買ってきた瞬間に、はい、奥さんいつもだったら、はい、帰ってきた瞬間にさ、ただいまとか言ってさ、だって買ってくんだよペーとかやばいやばいやばい、やられるのに崩壊家庭ですねやられるのに、はいはい、その日はなぜか、はい、旦那がただいまって返したら突然奥さんがバニースーツ着て、バニースーツおかえりにゃんとかやるんだよやばい、もう陽子先生の見てるから、いや見てるんすね、見ちゃうんだよ、つい見ちゃう、互いに YouTube チャンネル見てるんすね、そうだからそういう風になってんだよね、はい、面白いっすね、面白いんだよこの仕組みは、神様はね、はい、天才なんですよ、あこの仕組みをね、神様は仕組み化の天才だから、組織作りマネジメントの天才ですね、うん、そうだからここに気がつくまでは、はい、なかなか気がつかない、だけど気がつくと、はい、あとは楽なんだよね、あそうなんですね、そうあとはだからもう実践だからさ、こんな話を知ってるだけでは何の役にも立たない、実践して初めて人生が変わるわけだから、はい、そうですね、ぜひこのなんかねこうイライラすることがあった時に、はい、ちょっと心の中でクスッとしてしまうような、うん、うわ来ちゃったよこれ、うん、これ受け入れたらマジすげえもん振りかかってくんじゃねみたいなね、うん、理不尽度がマックスであればあるほど、うん、1週間以内に必ずとんでもない奇跡が降りかかってくるわけですよ、うん、それは面白い、めっちゃいいですね、うん、これはぜひワクワクして、もうワクワクされてると思うんですけども、うん、この状態をキープして、楽しみにですね、うん、一日過ごしていってほしいと思います、ありがとうございます、大王じゃんけんじゃんけんポン、動画をご覧いただきありがとうございます、ありがとうございます、チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします、そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたので、ね、よろしくお願いします、登録お願いします、チャンネル登録はここ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 楽しい。